皆さんどうもこんにちは、すももです。今日は新しい2023年の手帳を買ったので、そちらを紹介したいと思います。こちらです。マリーちゃんのドル版の手帳になります。でこちらはディズニーストアで買いました。で来年の手帳どうしようかなって、今の時期らへんになってくると来年の手帳とか結構売り出してくるんですけど、まあ、ロルバーンっていうものをそもそも私は知らなかったんですけど、この前とピーターラビット店に行った時に、ロルバーンの手帳付きのチケットっていうやつがあって、私はそっちじゃなくて普通のもうただ単に美術館を入るためのチケットだったんですけど、購入品紹介とか YouTube で上がってるのを見てたら、そのロルバーンのピーターラビットの手帳を紹介してる方がいて、結構使いやすそうだなって思ったのと、まあ、やっぱこうノートみたいな感じになってるのがすごいいいなって思いました。で私結構ノートが欲しくって、最近転職活動をやってるんですけど、やっぱりその別に就活ノートっていうのは手帳と別に作ってたんですけど、結構もう全部書きすぎてスペースがなくなっちゃったのと、やっぱり手帳とノート別々になってるとちょっと使い勝手が、2冊持ち運ばなきゃいけなかったから、それだったらもう1冊になってるタイプの方がいいなって思いました。で今年使ってた手帳が、こちらのディズニーリゾートで買った手帳なんですけど、これも手帳としてはいいんですけど、めっちゃ中がかわいすぎて、フリースペースがこんな感じなんですよ。で ここにちょっと書き殴るのがちょっと私的にできなくて、やっぱいいんですけど、ちょっとなんかここに書きこん殴れなくって、別にノート持ってて、それだったらロルバーンの方が書き殴りやすいなってのが一個ありました。でマリーちゃんのこのロルバーンの手帳だったら、こういう方眼紙になってるページがいっぱいあります。でマリーちゃんもそこまで悪目立ちしない、こう端っこにちょっといるので、いろいろ書き殴れることもできるかなって思いました。手帳としてもいいかなって思います。他にプーさんとスティッチがあったんですけど、私はマリーちゃんが好きだし、このピンク色がいいなって思いました。でロルバーンの手帳って最後の方にこのポケット、透明のポケットがあって、割となんかここになんか入れるのに結構手帳になんか入れたいなってものあっても、こういうなんかポケットがついてるやつってあんまないと思うんですよ。でこういうのが何個入ってるかな、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 枚透明のポケットが入ってるので、結構そのなんかプリントとかもらった時にここに挟むことができていいなって思いました。でこれとあともう一個こちらも買いました。こちらは下敷きなんです。下敷きなんですけど、これもなんか簡単なケース、クリアケースみたいになってて、この大きさの結構クリアホルダーって結構重宝するのでいいなって思いました。
まあ、やっぱり筆圧が、私結構あの筆圧が強めなので、まあ、この手帳に書き殴った時でもこういう風に手帳使えるかなって思って買いました。あ、これちょうどいい大きさも、このロルバーンの手帳にちょうど合う感じですかね。なので、まあ、やっぱり YouTube やってても結構いろんなんか時々そのバスに乗ってたり乗り物電車とか乗ってる時にやっぱり移動してる時って結構人間ひらめくみたいで、私結構そういうところで、あ、次の動画どんなん出そうってのが結構そういう時にひらめいたりするので、まあ、そういう時にこの手帳に書き殴れたらいいかなって思って、今回はこちらのロルバーン手帳にしました。以上です。まあ来年もいい年にしたいので頑張りたいと思います。この今使っ今年の手帳もディズニーリゾートの手帳なので結構良かったです。ごちそう。なんか今日ポケモン GO のイベントがあって、まあそれで梅田に行ってたんですけど、梅田はやっぱ疲れます。そのディズニーじゃない、ポケモン GO 自体がめっちゃ疲れました。こちらを変え、あ、でも本、うん、いいですね。この下敷き。他にも、美女と野獣とか、アリエルとか、ラプンツェルの映画って、まあ今までの結構私だったらラプンツェルかアリエル、あとアリスもあって、アリスもちょっと悩んだけど、やっぱりこのマリーちゃんの手帳にはこっちのマリーちゃんの方が合ってるかなと思ったのでこちらにしました。来年がいい年になれるよう頑張りたいと思いますので、ご視聴ありがとうございましたので登録お願いします。めっちゃ文法変なんですけど終わります。バイバイ。